はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、今回はこの2問やりますので、まず1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は、まあ2番の方がね、図形としてはシンプルなんですけど、で、2番の方が難しいです。で、1番は、まず AD と BC が平行です。まあ平行マーク。つまり、これとこれが平行。まあ、マーク書いておきましょう。平行マーク。で、AD と AB の長さが一緒なんで、ちょっと被っちゃうね。ここと、ここの長さが同じでございます。で、AC と BD の交点は E は書いてあって OK。で、角度も86、ACB32 も書いてあるから OK ですね。で、その時 XY の角度を求めようという問題です。で、前も話しましたが、角度の問題っていうのは、道筋がね、もうここを求めればいけるじゃんって分かる方はそこだけ出せばいいんですけど、どうしようって思う方は、まず分かる角度をどんどん書き込んでいく。いいね。それ使う使わないに限らずです。それが大事。で、それを出していく上で、まず、平行が、その問題に書いてあったら、ほぼほぼ錯覚同位角を使います。ほとんど錯覚だけど。いいね。で、錯覚は自分がよく錯覚の Z、もしくは錯覚の逆 Z って言うんですけど、例えばここだったら、ここですよ。なぞるといいかな。こうだね。逆 Z を書いたとき、平行な2つの線を使ってね。逆 Z 書いたところの尖った角度が同じなんです。だから今書いたここも32度。ここと同じになります。これ錯覚ね。平行な時の。で、そうすると、この左上のところ、86と32くっつけて、全部で、118か。というのがわかります。で、まあ平行で、ね、よく平行が出てきたらこうやって錯覚を使うと。で、もう一個、長さが等しいが書いてあったら、だいたい二等辺三角形を使うことが多いです。つまり、今、AD と AB が一緒だから、この三角形、この三角形 ABD ね。ここ二等辺三角形なんですよ。二等辺三角形って言って言っちゃうのかな。っていうことは、ここと、ここの角度同じですけどね。屋根が同じとき、下の部分同じになるから。二等辺三角形は。で、上で118度を使ってます。三角形、ちょ、ちっちゃい方か。こうなってる時に、上で118を使ってる。ってことは、180から118を引くと、残りが62になります。62度。で、それを、ここの2つの角度で分ければいいんだよね。同じ角度だから。つまり、62を2で割って、31。こっちもそうです。で、わかります。つまり今、丸書いたところ、ここが31度、ここも31度っていうことがわかります。いいね。どん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 崩していく。わかるとこどんどん書き込んでいきましょう。で、そうすると、これ Y も X もこれ速攻でわかります。で、どっちから行く ?X から行こうか。X は、まず、ここの三角形見てください。ちょっと曲がっちゃったけど、ここです。今、三角形の内角の1個、32、もう1個31と分かりました。ね、毎回言ってますけど、三角形の内角2つ足したものは、残った内角の外角、ここね、と一致するので、X はこの2個を足したものと同じになります。だから、X イコール、ちょっと暗算しちゃうね。32足す31で、63度と。これで X 終了です。で、実は Y ももうすぐ出すことができて、さっき錯覚の逆 Z って言ったんですが、こっち。ここにも錯覚の Z ができます。で、尖ってる部分。ここと、ここ。Y は同じ角度になるので、つまり Y も31度。とすぐわかると。で、これで終了となります。いいかな。で、自分がちょこちょこ話をするんですけど、角度の問題っていうのはアプローチの仕方、解き方は一つではありません。どういうルートを取っても構わないんです。解ければね。
だから今ね同じこの答えが合ってるんだけど、あれ解き方違うなっていう方も気にしなくていいんです。それで合ってるから大丈夫です。例えばここね31って分かったじゃないですか。でこのまあ、ごちゃごちゃしちゃって申し訳ないんですけど、ここの三角形見た時に31度と86度って分かってるから、残ったここの角度は出せますよね。180からこの2つを足したもの、117か、待ってね、180から117度合ってるを引いたものをやると、ここ63度って分かります。で、X とこいつって対頂角、×になってるからさ、同じになるんで、あ、じゃあ X63 じゃんって解いてももちろん構わないわけですし、そう、解き方は一つではないので、まあ、そこは気にしないでください。まあ、解き方の一個の例としてね、見てもらえたら嬉しい。です。で、2番いきましょう。で、こっちはですね、若干厄介で、で、解き方が結構あります。いろんなパターンが。で、今回は自分が解いたやり方を紹介するので、まあ、参考にしてみてください。星型ですよね。まあ、やったように尖った5箇所。1、2、3、4、5個を足すと180なんですが、今回それは使いません。で、文字を置いてね、X 以外に何箇所か文字を置いて解くっていうのもありなんですが、個人的に文字を増やすっていうのはリスクがあります。その分式をいっぱい作ったりしなきゃいけなかったりとか、結構文字を置いてパニクるっていうパターンに陥りやすい。数学が得意だったり、図形が得意な方だったら結構いけるんですけど、なのでできるだけ増やさない方法でやっていきます。自分はね。で、どうするか。これも、まずは分かる角度を書き込んでいくっていうのがやりやすいとこにはなるんですが、例えばね、78個あるじゃん。自分お隣さんってやつですけど、隣の角度って180引けばいいですよね。180から引けばいい。つまり、ここの角度は180から78を引くので、102度とか分かります。もちろんそれが分かったところで X までいけるのかっていう話にはなるんですけど。で、自分が今回やったのは、ここの三角形に角度を集めてみようと思いました。なんでそう思ったかっていうと、まずここ、同じ85だよね。さっきやったように×で対頂角だから。こことここ角度一緒なんで、85ってすぐわかります。左上は。で、右上でも右か。ここなんですけど、さっきと同じようにお隣さんで考えれば、この時って180から78を引きましたよね。で、ここも同じ考えで行くんだったら、180から X を引けばいいので、何度とはわからないんですけど、180引く X 度と置くことはできますよね。180から引くだけだから。ってなって、じゃあ、あとここ分かったら良くないって思ったんです。角度2個置けたからさ。で、今やっていくと、ここです。ここ。の三角形見てください。ここの角度が欲しいんですけど、今29ですよね、1個。もう1個102って分かりました。三角形の内角残り出すんだったら、180からこいつとこいつを足したものを引けばいいですよね。もう残り1個出したいだけだから、ここ。つまり、180から2個足したもの、131。引けば、49度。と分かります。で、これで何が起こせるかっていうと、今三角形、ここね。の中に角度、X が1個入ってるけど、3つ集まりました。つまり、こいつとこいつとこいつを足したものは180度になるはずです。なぜなら三角形だから。だから、式を書くと、85足す、49足す、180引く X、3つの角度足したものね。これが180度になんなきゃいけないよねっていう式が作れるんです、これで。三角形だから。で、あとこれ解きます。で、移行してもいいんですけど、自分は180と180同じなんで消しちゃってもいいかなと思いますけどね。まあ普通にやっていくと、X イコール、これ足したものか。134かな。これ間違ったら嫌だね。134で合ってる。大丈夫ね。となって、これで終了となります。まあ、最初にも言ったように、解き方は結構いろんなパターンがあって、もしかしたらもっと楽な方法あるかもしれないんですけど、自分結構このやり方が好きで、X をね、まあ、X を増やす形にはなっちゃうんですけど、違うところも X を使っておいて、三角形の中に集めて、それ足したら180とか。例えば、この問題じゃないですけど、どっかの四角形の部分に角度4つ集めて、ここ X 使ってるけどね。
こことこことこことここ4箇所足したら360って、そういう式を解くことによって角度出すこともできますんで、まあ、参考にしてもらえたらと思います。では今回はね、この2問をやらせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。角度を求める問題って、特に女の子にね、苦手な方が多かったりするんですけど、数学が苦手な人でも、ここってね、結構得点取れるチャンスなとこなんで、ぜひね、嫌だなって思う気持ちを抑えて、頑張ってもらえると嬉しいです。応援してますんで、頑張ってね。